流歳肝心正積が、強化百物語より、大乳道、平瀬タスクよ、天狗通に描かれた大乳道、妖怪ではなく、一種の厳冬期を用いた手品で、人為的に作り出されたもの。大乳道は、日本各地に伝わる妖怪。名称は、大きな僧の意味だが、地方によって、姿は、実体の不明瞭な影のようであったり、そうではなく、単に巨人であったり、様々な伝承がある。 坊主姿のものは、大坊主ともいう。また大きさも、人間より少し大きい2メートルほどのものから、山のように巨大なものもある。人を脅かしたり、見たものは、病気になってしまうとする伝承が多い。狐や狸が化けたもの、または、石刀が化けたとする話もあるが、多くは、正体不明とされている。北海道の自霊家英年間、四国湖畔、不風下家近くのアイヌ集落に、 大乳道が出現した。その大きな目玉で睨みつけられた人間は、気が触れたようにそっとしてしまったという、東京の事例、第二次世界大戦最中の昭和12年、赤髪を届けに行った人が、赤羽駅の近くにある、八幡神社踏切で兵士の姿の大乳道に襲われ、4日後に、その場所で変死した。大乳道の正体は自殺した新兵。 もしくは失敗を責められて上官に撲殺された兵士の亡霊と言われた。ちなみにその近辺では赤紙を受け取ったという者は誰もいなかったという人間の霊が大乳道と化す珍しい事例である。阿波国名西軍港川原村麻城では小川の水車に米などを置いておくと身長二畳八尺の大乳道が現れそれをついておいてくれると言われていた。ただしついている様子を見ようとすると 脅かされてしまうという、岩手県の事例岩手県市岩郡に伝わる皇妃、鳥虫牧石伝、イタチの会より、道軍徳田村大和高田の高伝寺に、毎夜本堂に開花が燃え上がって、その陰から恐ろしい溶入道が現れるので、寺では断頭を頼んで予判を行ってもらっていた。何しろ舞与のことなので人々も不審に思い、狐だろう狸だろうという評判であった。ある冬の小雪の、 さらっと降った朝、寺の周囲を見て歩くと、イタチが本堂から抜け出していった足跡があった。跡を追っていくと、林家の木小屋の焚き木を積んだ下に入ったので、村人多数で取り巻きつつ、その焚き木を取り除けてみると、イタチの巣があった。巣の中から、古いタチを捕らえて殺した。するとその夜から寺の開花も、大乳道も現れなくなった。宮城県の事例かつて、仙台の荒巻、伊勢道山に、 世ごとにうなり声を発する大岩があった。さらにはその大岩が雲をつくような大乳道に化けるという話もあった。当時の藩主の伊達政宗は、この会議を怪しんで、家来に調査させたが、戻ってきた家来たちは、大乳道の出現は確かでありとても手に負えないとみな、青ざめていた。大きな政宗は自ら大乳道退治に出向いた。現場に着くとひときわ大きなうなり声とともに、 いつもの倍の大きさの乳道が現れた。正宗がひるむことなく、乳道の足元を弓矢でいると、断末魔の叫びと共に乳道は消えた。岩のそばには、格子牛ほどもある川嘘ウソが埋めえており、乳道はこの川嘘ウソが化けたものであった。以来、この坂は、天坂と呼ばれたという。この天坂は、仙台市青葉区に実在しているが、 坂の名を示す石踏みには、かつて荷物を運ぶ牛がうなりながら坂を登ったことが、名の由来とあり、妖怪譚よりも、こちらの方が、定説のようである。富山県の例越中国市も新井川郡、黒部峡谷に十六体もの大乳道が現れ、小品都市温泉の当時客たちを驚かせた。身長は五畳から六畳で、七色の美しい五甲が指していたという。五甲という特徴が、 ブロッケン現象における降臨と共通することから、温泉の湯気に映った当時客の影を招待とする説もある。愛知県の寺令江戸時代中期、三河国の豊橋近くに古着商人が商用で、名古屋へ行く途中、大乳道に遭遇した。身長1条3から4尺と伝えられており、大乳道の中では小さい部類に属する。滋賀県の寺令江戸時代の見聞雑録。 月堂見聞集巻十六に、いぶき山ことごとと題して記載されている。ある秋の夜、いぶき山の麓に、大雨が降り、大地が激しく震えた。すると間もなく、野原から、大乳道が現れ、松明城の塔下を、体の左右に灯して進んでいった。周囲の村人は、激しい足音に驚いて外へ出ようとしたが、村の頃たちが厳しく制した。やがて音が止み、 村人たちが外へ出ると、山頂へと続く、道の草が残らず焼け焦げていた。頃が言うには、大乳道が明神湖から、いぶき山の山頂まで歩いて行ったということである。これは、大乳道の中でもさらに大型の部類に属すると、される。兵庫県の事例、西派階段実機によれば、遠方年間9月、夜中に、張馬国で水谷という者が犬を連れて、山奥に寮に出かけ、 山伏姿の大乳道が自分を睨みつけているのを目撃。山をまたぐほどの巨大さであったという、摂政を今しめる山の神の化身であったと噂されたという。同様に、道地作用軍にて、元禄年間5月、火事や平死郎という者が夜中に網を持ち、山奥の川に漁に出かけると、3メートルほどの大乳道が川上で網を引っ張っているのを目撃。 腹の座った平四郎は怯えず、引き合いをやり、数百メートルほど歩いた後に、大乳道は姿を消したという。また同地作用軍でも、早瀬五助という者が、夕刻時、辺りが暗くなった頃、目の治療の帰りに二人連れで道すがら、道の真ん中で三メートルほどの大乳道が、立ち塞がっているのを発見、大急ぎで逃げるように駆け抜けていったが、同行者には見えなかったという。 熊本県の自霊熊本県下町機郡豊野村、下港小,小畑の話。ここに、今にも、坂という坂があるが、昔、ここに、大乳道が現れて通行人を驚かせた。以来、人がその話をしながらこの坂を通ると、今にもという声がして、その大乳道が現れるという、今にも坂の名は、この大乳道に由来する、四日市祭りの、大乳道四日市祭りの大乳道三十県。 四日市市で毎年10月に行われる諏訪神社の祭礼四日市祭りは大乳道だしで知られる。これは諏訪神社の宇治小町の一つである桶の町が文化年間に制作したものとされ、都市祭礼の風流の一つとして、長米の桶に大化の字を当てて、化け物尽くしの仮想行列を奉納していたものが進化したものと考えられているが、以下のような民話も伝えられている。 桶の町の醤油屋の蔵に置いた狸が住み着き、農作物を荒らしたり、大乳道に化けて人を脅かしたりといった悪さをしていた。困り果てた人々は、狸を追い払おうとして、大乳道の人形を作って対抗したが、狸はその人形よりさらに大きく化けた。そこで、人々は、大乳道の人形の首が伸縮する仕掛けを作り、人形と狸での大乳道対決の際、首を長く伸ばしてみせた。 タヌキはこれに降参し、逃げ去っていったという。また、単物屋の久しろくの元に来た、奉公人が、実は、六六尾であり、正体を見られ、消息を絶った、彼を忍び制作したという話もある。高さ2.2メートルの出汁の上に乗る、大乳道は、身の丈3.9メートル、伸縮し前へ曲がる、首の長さは2.2メートル、下を出したり目玉が変わる巨大なからくり人形である。 これを模して、首の伸縮する、大乳道の紙人形も地元の土産品となっている。また、毎年8月に開催される、市民祭の大四日市祭りにも引き出されるなど、四日市市のシンボルキャラクターになっている。なお、四日市市のゆるキャラ、小乳道くんは、彼の息子という設定、ありがとうございます。